ホーム駅名標下賀茂駅は福岡県釜石茂聖にある九州旅客鉄道五等地線の駅である。駅番号は JJ03。かつては漆生線が接続していた。平成の大合併により2006年3月27日に誕生した釜市の唯一の駅であるが JTB 時刻表には代表駅として記されていない。島式ホーム一面二線を有する地上駅。 ホームへの移動は、校内踏切を介して行われる。かつては、様々な線路が放射状に伸びる貨物のターミナル駅であった。古東寺線内では、唯一の交換可能駅で、1994年までは、交換のための要員が配置され、直営駅であった。交換自動化に伴い無人駅となり、2004年には、独特の形状をした駅舎も取り壊され、 旧駅舎に掲げてあった駅名標のみが設置されている。同駅は福岡県内の JR 線で最後のタブレット交換駅だった。ポイントは新飯塚よりと田川後藤寺よりのいずれも右分岐が定位となっており、当駅では通例とは逆に右側通行で列車交換が行われる。近距離切符の自動券売機が設置されている。ABCDEFGHI 週刊 JR 全駅、全車両基地第07号、朝日新聞出版、2012年9月23日、27ページ。ABCDEFG 鉄林、P214。ABCDEFGH 湯下し福岡県、JR 全駅足処防、1993年10月15日、173から175ページ。 ISBN 47億5120万5293鉄林 P113 石野明停車場変遷大辞典国鉄 JR 編 2JTB 1998年802ページ ISBN 七十八から四から三ゼロ二九八ゼロ六石野明停車場変遷大辞典国鉄 JR 編 j t b 1998年、800ページ。ISBN 978から4から533029806。門鉄、来月から急千区で合理化25駅、無人開拓川5駅。交通新聞、P1、鉄林、P181。曽根悟る、筑豊本線、北彦山線、後藤寺線、笹栗線、週刊歴史で巡る。 鉄道全路線国鉄 JR 第5号朝日新聞出版2009年8月2日21ページ九州の鉄道100年記念史鉄輪のとどろき九州鉄道100年祭実行委員会100年史編纂部会九州旅客鉄道1988年初版ありがとうございます